今日は2016年12月15日ですね。今10時24分です。朝日新聞の一面には沖縄で、オスプレイが起こった事件ですね。未だに不時着だというふうに言ってるんですけど、これはどう見てもこれは墜落ですわね。機体がバラバラになってる。で、この沖縄では別の機体、別のオスプレイも胴体着陸したような事故が起きていて、あまりこれ報道されてなかったですよね。もともとこのオスプレイというのは事故が起きやすい飛行機で危険だというふうにずっと言われている。アメリカでは異邦人製造機、そう言われている。しかし日本に導入する際にそんなことありません。もう機体は改造されていて安全な飛行機でございますというふうにずっと言い続けている。そしてすでに日本の各地に配属されていて、この近くでは横田基地もうどうも来てるみたいですよね。でこんなのが起こってきたらたまったもんじゃないんですけれども、大丈夫大丈夫というふうに政府もアメリカも言い続けてるわけです。で一面の下の天星人語というところに面白いことが書いてあって、社会心理学に正常性バイアスという言葉がある。これは事故や災害が起きたときに自分に対してはきっと大したことない、そういうふうに自分に都合の良いように解釈して事の重大さを直接 見ないようにするということですね。この現象はここに書いてあるのは2001年のアメリカ同時多発テロでも起きたと。高層ビルに旅客機が突っ込んだんですけども、そのビルにいる人たちはすぐ避難しなかった。結構時間があったんですね。最終的にはビルが崩壊して大惨事になっていっぱい人が死ぬんですけども、大したことないだろうということでみんな逃げなかったために、大変な被害になっちゃったわけですね。今度のオスプレイのことに関してもアメリカも日本の政府も大したことないみたいな言い方をずっとしてるわけですけども、これは危険ですよという話ですよね。この人間の正常性バイアスというのは、人間がパニックになってかえってそのパニックになったことによって、被害が出ることを防ぐ心理みたいなものらしいんですけれども、しかし本来は危険だからそれに対処しなければいけないのに対処しないというマイナス面があって、我々はそれをしっかり認識しなきゃいけないですよね。で私がずっと指摘しているのは原発に対するテロの問題ですよね。これをみんな真面目に考えない。テロがあったらどうするんだ。テロがあったら大変なことになりますよ。一つの原発の中に原爆を1000発から1万発作るだけの放射性物質が入ってる。それがばらまかれたら大変なことになりますよね。にもかかわらずそんなことは起きないだろう、全く根拠なく原発に対してテロが起きる確率というのは無視していいほど少ないから、100万分の1ぐらいの確率がとんでもないですよね。いつテロが起きても不思議でないような今社会情勢ですよ。北朝鮮が何かやるかわからない、イスラム国が何かやるかわからない、オウム真理教のようなカルト集団というのは世界中、日本中にいっぱいいるわけです。それらが原発に対して何かやろうとすれば簡単にできますわね。Google Earthで見ればどこに原発があってどんな状況になっているかすぐわかるわけですよ。非常にテロがやりやすい状況になっているにもかかわらず、そんなことは起きないだろう。
起きたとしても大したことないだろうという全く根拠のない安心感をみんなが持っているとしか言いようがない。まあ不思議でしょうがないですね。何か正常性バイアスが特別働くような仕組みがあって、この原発に対してテロは起きるということをみんなが考えないようにしてるんじゃないかと、私はそう思えて仕方がないわけです。まあ今度のオスプレイの問題も重要な問題でありますけれども、それに比べれば原発の方がはるかに危険なもので、人類が壊滅しかねないような危険性があるのにもかかわらず、みんながそのことを考えないようにしている。根拠なくですよ。しっかり対応してほしいもんだと思いますね。ということで今日はこれぐらいにしておきます。